来年2月に開催される東京マラソンの申し込みが締め切られ、フルマラソンの出場倍率は過去最高の9.6倍となりました。主催者側によりますと、申し込み数は28万2824人でした。マラソンの定員は今年の大会より3500人増えて3万5500人となりますが、来年大会からチャリティーランナーを定員に入れるなど集計方法が変わったため、 抽選対象は2万9400人となりましたそのため申し込み数自体は去年より1万1645人減りましたが倍率の数値は過去最高となりました申し込み者の男女比率は男性が76.8%女性が23.2%で例年並みでしたまた10万円以上を寄付して抽選を経ずに参加できるチャリティーランナーは